今回もですね、モダンアートジャパン野口社長に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回クラファンの話に始まって、すごい本当にリアルな部分、特にも初速のこの大事さというか凄さをちょっと痛感したし、ちょっと前回聞きそびれちゃったことが1個あって、虎ノ門ヒルズとか入れたのはそれはすごいことだと思うんですよ。すごいんですけれども、多分家賃も凄まじいと思うんですね。なんで普通だったらもうすぐ撤退するとか、そういうジャッジになるかなと思うんですけども、はい、今もアークヒルズですよね。そういった箱でやられてる理由ってどうなってるんですか？まあ僕らなんかコンセプト的にはやってないことやろうみたいな感じなんで、はい、そのクラウドファンディングも最初始めた時皆さん全然やってないことだったんで始めましたし、はい、虎ノ門ヒルズアークヒルズね、完全会員制で始めてたんで急にめちゃくちゃ路面行く会みたいな、なんか真逆のことちょっとやりたがるというか、はい、はい、まあそれでこうなんですか、ユーザーさんをちょっと驚かせるというか、どんなことやっていくんだろうっていうのがまあ好きっていうのはあるんですが、うん、まあ本当森ビルさんが結構なんですかね、ベンチャーさんにすごい優しいというか、うん、すげえそう家賃の部分だったりとかもすごく考えてくださって、はい、だからまあなんとか入れるというか、はい、ちょっと巷ではちょっとありえないぐらいな条件というか、これちょっと言っちゃうと、はい、なんかね、はい、森部さんに連絡殺到いっちゃいそうなんで。あ、本当ですか。つまりあれですか、通常の家賃より大幅にディスカウントして入れてるってことですか？いや、もう信じられない価格差というか、これ言っていいのかちょっとわかんないですけど。いや、本当保証金の部分とかも、はい、もう最初やっぱ聞いた時、マジで本当びっくりしましたからね。え、はい、そんなんでいいんですかみたいな。大丈夫ですかみたいな。そう、まあ、彼らとしてはでも別にね、1店舗1店舗でマネタイズしてるっていうよりは、こう街づくりだったりとか大きなテーマがあって、うん、そこのね集団マネタイズみたいな感じなんで、うん、だから1店舗でこうキャッチーなというか面白いことやってくれるっていう、まあ、言うなればだから宣伝広告費じゃないですけど、うん、なんかそういう形で捉えてやってくださってますね。あ、そうなんですね。あ、もうなんていうんですかね、完全にこう運だけはいいというか、本当皆さんが協力してくださって、で今アークヒルズ多分日本一僕ら移転してるレストランだと思うんですけど、はいはいはい、もう3年で3回移転してるって、もう飲食としてはわけわかんないんで。初期コスト会社、はい、虎ノ門ヒルズで次がアークヒルズじゃないんですか？あれ最初は赤坂見附で、あ、はい、そう完全会員制でオープンして12、13席、はい、でその後虎ノ門ヒルズ移転して100席近く、はい、で今アークヒルズに20席、うん、でこれから外苑前でまた完全会員制に戻すんですけど、で6席限定みたいな形で完全会員制に戻して、今外苑前に物件はもう借りたんですけど移転予定っていう感じです、うん、あ、そうなんですね。なるほどなるほど。そうです、だからありえないぐらい移転してて、絶対初期投資回収できてないよみたいな。そうですね。まあでもそれもなんですかね、森ビルさんがまあよく使われてる内装業者さんとかご紹介いただいて、はい、その方々もめちゃくちゃディスカウントでやっていただいたりとか、本当、あれに本当助けられてるなっていう、なんかコロナになったおかげって言ったらあれかもしれないですけど、なんか皆さんのなんか優しさが増したなというか。そうですよね。そう、なんか共に頑張っていきましょう感っていうので、だからまあいい面も悪い面もあるなとは思ってるんですけど。あ、なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。で、ここからはようやくちょっと M&A の話をしたいなと思うんですけども、あれですよね、はい、野口さん、過去に会社を実際に買収ではなくて売却したことがあると。そうですね。伺ってるんですけど、その話を伺いたいなと思うんですけど、はい、まずどういった会社をいつ売却されたんですか？5年前とか6年前だと思うんですが、うん、今のそのモダンアートジャパン株式会社っていう会社を作る前に、まあ、21歳の時に大学生起業みたいな感じで起業してまして、だから今期で9年目、起業家というか経営者としては9年目になるんですが、今の会社自体は6年目なので、まあ、2、3年ぐらい前にやってた会社があって、うん、でその当時はあれですね、マチコンがすごい10年前っていうと流行ってて、だからマチコンのイベント事業と、あと、まあ、知り合いの方から譲り受けた、まあ、それもだから一応あれですね、買収まではいかないですけど、事業を買い取ってやっていた家具の通販サイトがありまして。でそれを通販やりながらリアルのマチコンだったりとかを経営してた会社をやってましたね、はい、でその時にマチコンがねマチコンジャパンさんとかが上場されてみたいな時代だったんですけど、はい、そこの2番手のマチコンシェルさんっていう会社と一緒に組んでやらせていただいてて、で、これからどうせなんですかねマチコン自体がちょっとブームが過ぎるというか陰るだろうなって思ってたんで、当時とかはもう土日で1000人みたいな500対500みたいな、やばい規模だったんですよマジで。本当に放送起きるんじゃないかぐらい渋谷に人が集まっててうん、そうそうで20店舗とか貸し切ってそこをぐるぐる回ってくみたいな感じだったんですけど、はい、それもこんな続かないだろうなと思ってたんでちょっと伸びてるタイミングで売却したっていう感じですね。それもいくらとか言えるんですか？でもそんななんていうんですかね、はい、もう MA バンクさんとかもうめちゃくちゃファンで見させていただいてて、ありがとうございます、ね、はい、大先輩が何億何百億みたいなリラクルの方が270億って言ってる中でもうしょぼい金額なんですけども数千万ぐらいで売却して、いやいや全然恥ずかしいですけど、でも今伸びてるタイミングでマチコンが伸びてるタイミングで売ったっておっしゃってたじゃないですか。はい、多分ほとんどの人ってそれできないんですよ。マチコンがじゃあ下火になったとか、最近だったらタピオカ屋が下火になったってそのタイミングで売るみたいな人が多いんですけど、それはもう下火になることが分かってたからってことなんですかね。そうです、こんなになんかハーレムというかムーブメントというかめちゃくちゃ盛り上がってて明らかにおかしかったんで、はい、そうだからちょっとこんな続かないだろうなっていうのもあって、あと別に僕がその時資本がなくてとりあえずイベント業から始めたんですけど、それが本質的にやりたいことではなかったっていうのもあって次のことやりたいなっていうのがあって、ですね、なんでもともとなんですかね、これから33、35までにエンジェル投資家になりたいっていうのがあるんですけど、やっぱり出資だったりとか次のビジネス作るのが大好きなので、次のことやろう次のことやろうみたいなマインドで動いてるんですけど、それもちょうど 2,3 年ぐらいで一旦やりきったかなっていう感じだったので売却したみたいな経緯ですね、これは本当に全経営者に聞いてほしいですね。ほとんどのね、売却ちょっと考えてんだけどまだまだ伸びそうでとか、もちろんそれはね継続するのは一つの選択肢なんですけど、結局それで、ね、成長力が鈍化してきたタイミングとかマイナスになってきたタイミングでやっぱ売りたいですってくる方の方が圧倒的に多いので、この意思決定決断ができるっていうのは本当に勉強になりますね。M&A バンクさんも見始めたのも島袋さんがはい、会社伸びてる時に売りなさいみたいな本を出されてるじゃないですか。はいはいはい、あれにめちゃくちゃいいなみたいな思って、であれ 3,4 年前にやってる富岡さん出てるやんってなって、はい、めちゃくちゃ見始めたっていう経緯があって、今の会社もIPO なのか M&A なのかっていう時を考えてた時に、富岡さんが2段階 EXIT っていう方法があるよみたいなのをお聞きして、それめっちゃ俺に合ってるやんって思って。そのために今頑張ってるって感じです。なるほど、ありがとうございます。めちゃくちゃ MA バンクさんのバイブルになってるというか、血肉になってる感じです。ありがとうございます。本当我々も人様の人生にちょっとでも影響を与えられたら本当にこれ以上のことないんでありがとうございます。いやー、なるほど。じゃあ M&A は店舗を売却されたとかそういうことじゃなくて、マチコンビジネスをやってる会社を売却したってことなんですね。そうですね。1社目はそれで。で今のモダンアートジャパン株式会社最初作った時アパレルの会社だったんですよ。で全然飲食と関係ないことというか、でも食つながりで例えばいいレストラン行く時にいい衣服にまとってスーツとかでデートだったりとかするじゃないですか。なのでアパレルやろうと思って始めた経緯があって、でその後にファンが僕のワインのファンがワイン会を趣味でやってたんですけど。じゃあその人たちが集まれる、ワインバーというか会員制の紹介制のワインバーを始めようって思って、その会員制のワインバーも1年ぐらいで売却してます。どうやって買い手を見つけたんですか？それ紹介ですね。紹介制のワインバーだったのでお客様が来てて、これからちょっとそろそろ飽きてきたから売却したいんですけどみたいな話をしたら、じゃあこういう人飲食系やってる人いるからよかったら紹介するねみたいな形で。それは紹介っていうのは仲介会社とかではなくて、お客さんで来ていた人の中に紹介してくれた人がいたってことですか？そうですね。うん、あ、これはでも結構店舗型ビジネスあるあるで、そのお店に来てくれているお客さん、はい、まあ、来てくれてるからお店のことを好きだったり評価してくれてる人が多いので協力してくれたり、はい、あるいは本人が買ってくれたりってケースは実は結構あって、これは店舗型ビジネス特有の一つの MA、ソーシング、買い手売り手探しのソーシング手法かなと思いますね。でそれを売却2社、まあ、1社と1店舗売却して、はい、現在の現業に至るっていうことなんですね。そうですね。で、はい、先ほどちょっと2段階エグジットっておっしゃってたと思うんですけど、具体的に言うと今の会社もこうなんていうんですかね、どっかのタイミングでどこかと、じゃあ例えば資本業務提起を結んで、はい、それで IPO を目指すみたいな、そういうことも考えてるんですか？そうですね、個人的に今の、レストランと、サブスクリプションのサービスを成長させていって、2年後3年後に、大手さんに、まあ、株の半分だったりとかを売却して、グループインしてそこから IPO を目指していくみたいなのが、まあ、僕の今ストーリーというか流れとして考えている部分ですね。うん、なるほどなるほど。いやー、感慨深いですね。本当に数年前まではそんなことを言う経営者どこにもいなかったんですけど、最近ははい、いや最近はそれこそ MA 前提で起業しますとか、あるいはその 2段階エグジット考えてますとか、もちろん IP を目指しますっていう経営者もいますし、いろんな選択肢あるっていうのを皆さん気づかれて、すごいいいなと勝手ながら思ってます。うん、多分今後これからまたいろいろチャレンジされてると思うんですけども、はい、何かこう今挑戦していること、今後挑戦しようと思っていること、これで何かこう伝えたいことってありますか？今まあ、ちょうどなんですかね、幕開けさんで第3弾目のクラウドファンディングっていう形で、まあ、やらせていただいてまして、はいはい、で、まあ、今度外前に会員制で移るにあたっての会員さん募集みたいなのをやらせていただいてるんですけど、結構なんかまあやっぱりせっかくクラウドファンディングで有名になった店舗というか会社なので、はい、やっぱり僕らとは切っても切れない関係というか。なのでまあ、言うなればその株式だったりとか出資みたいなところもまあ、1回あれです、株式型クラウドファンディングも1年前ぐらいに挑戦したんですけど、なんかそういうこう一人一人の力を借りてまあ、次のステップアップしていくっていうのが、まあ、今後のずっと命題になっていくのかなとは思っていて、例えば上場する時だったりとかも皆さんに一口ずつ買っていただいて、株主が1000人1万人みたいになっていくのって、まあ、言うなればクラウドファンディングじゃないですか。なので、今こう現状で、第3弾目をやらせていただいて、でそこからまた何ですかね、株式型クラウドファンディングやるかもしれないですしこう出資者を集めてやるかもしれないですし、そういう形でまあ、多くのなんですかね、顧客イコール株主イコール仲間みたいな形でなんか前にどんどん会社を成長させて、こうなんか協力してくれた人にこう恩返しというか、まあ、それからなんか金銭的なものなのかもしれないし、経験的なものなのかもしれないし、それをちょっと返していけるような経営をしていきたいなっていうふうに思ってるような感じです。なるほど。じゃあ今はもう絶賛購入型ですかねのクラウドファンディング、新店舗のをやってる最中ということでいいんですよね。そうですね、はい、あ、了解です。じゃあちょっとそれURL 貼っておくんで、興味ある人に見てもらってっていう形でいいですよね。あ、ぜひ。いやー、お話できてよかったです。お店できたら行きますね。あ、ぜひいつでもお待ちしてます。はい、じゃあ今日はお時間いただいてありがとうございます。はい、どうもありがとうございました、はい、また M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。 M&A 実務完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。